どうも、しょうじみです。よろしくお願いします。はい、というわけで本日は前回紹介しましたこちら、ポン浜沢のグローブ。知らねえんだよ、だからさ。え、紹介したよね。してないって。俺今着いたばっかだからさ。そうなのか。あれ紹介したよね、前。だから知らない。え、玉沢。あ、玉沢頼むよ頼むよ。テイク2でいいですか。玉沢の内野手グローブ、はいはいはい、前原さんがいただいたやつ、ありがとうございます。これを今回はノックしていきます。はい。で、型をつけたんですよ。はいはいはい。私シーム入れました。入れました。ああ、モンタナさんで。まあ本当はあの僕じゃなくてあのモンタナさんなんですけどはいはい、はい、蓋付けをしてもらいました。こんな感じ。お、めっちゃ閉じるようになってる。そう、スチームって意外だね。スチームと叩いて、あとこう、はいはい、ちょっとこう折る関節はしっかりこう折って、はいはいはい、やりました。これをノックしていきます、はい、僕ってやっぱあの元々内野手だったんで。ん、やばい、ちょっと詰まってるから耳。あれ僕元々内野手じゃないんですよ。やったことないんですよ、一切。ピッチャーだったんで、はいはい、まあちょっと守備力はちょっと置いといてもらって、グローブで取った感じとかいろいろこう話していきたいと思います。はいはいはい、はい、レビューしていきますんで。はい、では行きましょう。ゴー、カウントダウンゴーズ。はい、おきた、おきた、軽い軽い軽い、はいもういいよ、もういいよ、よー、グラブは下からだよ、下から、こうじゃないよ、はい、ゴー、よし、よし、入るね、入るよ、入るよ。バカまた言ったこれさ、結構さ、はい、小さめで、小さめじゃないか、まあこのぐらいのグローブで軽いのって何個か使ったことあるけど、はい、よく弾くし、なんか長さにも慣れずに下行っちゃうんだけど、はい、これまだノーエラー、ノーエラーっす。おっしゃ。いややっぱ違うわ。違いますね、音も違う。おっと、何の下打ち。おぉ、こうしゃー、ちょっと上がってきた。オッケー。おっ、入りが怖くて避けちゃう避けちゃう。うわぁ、ちょっと、うわぁ、あったあった、え、間に合う。じゃ、ラストラストラスト行きましょう。ラストラスト、はい、うわぁ、うわぁ、はい、やってきたね、ラストラスト、ラストやってたね。よかった、ビヨンドだってビヨンドだって、持ってかれるよ。ビートビヨンドで言ってよなんて言わなくてよかったはい、やってきました。はい、さあこれね、やっぱね、軽くて操作性がいいし、うん、まあ一番最後のね、映像見てたと思うんですけど、こう、うわーっつってカーッとったんで、いいグローブです、マジで、うん、はい、で、つかみ、しっかりこう掴めるグローブです、はいはい、じゃあ本当にサード向きっていうような。そうですね、はい、なのでこれおすすめなんで、はい、ぜひともと思うじゃないですか、うん、こちら後でちょっと、手入れしてもらっていいですか、綺麗に。そうね、今日、昨日のね、夜まで雨だったんですよね。そうそうそう、で、今日グラウンド黒土なんで、そう、まあ、それはこうなるよねっていう。そうなんですよ。まあ、味が出るように手入れしたいなと。で、と報告があります。はい、こちらのグローブ、なんと11月のプレゼント企画。よいしょ、行きましょう、行きましょう。こちらね、浜沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ需要あんのか、需要あんのか。いや、もうそれはね伝統の玉沢さんですからね。そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ、うん、で、こちらを
視聴者さんに、翔平 TV の視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかねみたいな、使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい、そうですね、言い訳だけどね、そうロンティ120あの飛ばす翔平が使ってたグローブですよ守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか、背面はね綺麗なんですよ、背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、磨きます磨きます、良平、うん、さんの手入れをした状態で綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚してってこちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します、10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ内野手を、はい、で11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録コメント高評価インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録者1万人達成記念デサント公式内野手をプレゼント、当選発表は10月31日となります。それまでに熱いコメントをぜひともよろしくお願いします。11月12月もプレゼントあるから皆さん見てください。11月のプレゼント企画、行きましょう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 。こちらね、玉沢のグローブ、こちらはい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか、いやもうそれだって伝統の玉沢さんだ、ね、そう、伝統の玉沢さんなんで、でこれを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。でこちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかね、使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい、そうですね、言い訳だけどね、そうロンティ120あの飛ばす翔平が使ってたグローブです守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか、背面はね綺麗なんですよ、背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚してって、こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します、10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ内野手を、はい、で11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録コメント高評価インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります、チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。